まあその YouTube も含めてなんですけど、なんか今後の活動というか、そのビジネス的な、なんかビジョンみたいなのちょっとお聞きしたいなと思って。ですか。僕個人的に参考にさせてもらいたいんで。なんか、そうですね。まあ具体的にというか、なんかこう、儲けたいとかは特にないんですけど、なんかこう、まあこうやってみんな、皆さん見てくださるんで、なんか、憧れみたいなのは持ってもらえたらなとか、持ってもらえるようになったらなとか思う。はいはい。して、はいはい。はいはい。なんか、あの人なんかずっとなんか遊んでて楽しそうだなとか。はい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 。まあ要するになんかこの YouTube チャンネルとかもコンセプト的には、なんでしょうね、そのギター人口を増やしたいというか、はいはいはい、はい。自分が好きなものをみんな、うん、好きでいてくれたらすごい楽しい世界じゃないですか。はいはいはい。もうそういう人がもうどんどんこう増えてくれたらまあいいなと思って、まあこういうのやってるんですけど、まあ、その中でまあ僕がこうなんか悲壮感に溢れてたら誰もそんな始めないだろうし、はい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 、なんかしょうもねえなみたいな感じになるんで、まあできるだけこう楽しげにやりたいなと思って、まあビジネスというかなんかそういうビジョンはありますけどね。あ、そうなんですね。うん、みんなでこうどん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 こう盛り上げるっていうか、まあ、業界を盛り上げたいっていうのはあるんですけど、うん、盛り上げるってもう自分がもう一番楽しそうにしてる以外ないじゃないですか。なんかまあそうですね。うん、自分がこう成功っていうとあれですけど、うまくいってて楽しそうで、うん、YouTube にしてもみんなやってほしいなと思ってもやれって言ってもみんなやんないでしょ。まあそうですね、こんだけ広告収入こんだけ入ったよとかダーンと見せるとおおみたいな感じで、うん、僕公開、まあ、なんか動画でも公開とかしてたりするんですけど、あ、そうなんですね。今月はこんぐらいあったよとか、うん、うん、なんか70万行きかけたよみたいなとか、ああ、公開してるんですね。してます、してます。じゃあ聞いちゃっても大丈夫ですね。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですね。ちなみに今大体どれぐらいなんですか。まあ今回はコロナで多分減っちゃうとかはあると思うんですけど、はい、ちょっとツール見ますね。はい。これ確定したものは言っていいんですよね。そうですね。はい。で、多分3月は、うん、あれなんですよ。70万行きかけたんですよ。おお、すごい。多分広告業界の話で、その決算月、はもう広告バン打っちゃえみたいな感じで伸びるんですね。で、4月はガーンって落ちるんですよね。はいはいはい、はい。多分4月は全然いかないと思うんですけど、まあコロナ的な影響もあり。うん。うん。3月バーン伸びましたね。12月、3月って伸びますよね。って言いますね。うん。で、それまではでも40、50だったかな。40か。40ぐらいですね。で、40行って3月だけガーンって上がったんですね。ああ、そんなに上がるんですか。上がりました。まあ多分動画の種類というか、うん、伸びやすい動画もあったからだと思いますけど、ただなんかこれもなんか全然手つけなくて、なんか面白い企画にドカンって投げようと思ってて、たくみですけど、うん、還元するってあれじゃないですけど、そういうのをこうまた突っ込んでこう回していきたいなとは思うんですけど、うん、なかなかそのアイデアがなくて、うん、なんかツイッターでなんか募集じゃないですけど企画みたいのされてましたよね。なんか誰か他の人の動画を山口さんのチャンネルで紹介してみたいな。ああ、それもそうですね。それはまた別ですけれども、うん、なんかこうみんな困ってるんで、この時期、うん、まあ収入がなくてとかもあるし、うん、まあ YouTube 始めたんだけども、なんか自分のチャンネルに呼び込めないとこもあるんで、うん、まあ盛り上がったらいいなって思ってるから、なんかみんなにそういうのをちょっとこう開放っていうか、使ってもらって、うんうん、なんかこっちで動画出して、うん、で、そこになんか流れ込むような、はいはい。感じができたらなとか、で、まあそこで広告収入が入ったら、うん、あの、その、まあ分っていうか、まあ大体ですけども、大体をちょっとこう、先にお渡ししたりとか、うん、謝礼みたいな感じで、うんうん、できたらなっていうのは、あって、まあ一つ、まだね、1本ぐらいしか動画来てないですけど。ああ、そうなんですね。うん。まあ、アップしようかなと思ってます、今。うん。他のか。まあ、でも、どん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 自分のものに、自分のものじゃなくはしていきたいなと思ってて。チャンネル自体を。はい。あ、そうなんですね。うん。
な、もうなんか、うん、大変じゃないですか。大変なんですよね。ああ、なるほど。でも、あれですよね、試し引きっていうそのコンセプト自体は他人でも譲渡できますよね。そうね、うんうん、だまあ、自分が出ないっていう話ではないんですけれども、なんかこう、うんうん、自分じゃない時もあっていいし、全然。うん、うんうん、なんかこう、あのメーカーさんとかた、うん、あの勝手に動画作って、うん、なんか面白い動画であれば僕のチャンネル使ってもらって、それでどんどん動画出してもらってもいいと思うし、うんうん、なんかプラットフォームとして使ってもらえれば、うんうん、まあそれでもあのまた盛り上がるし、僕の動画更新度も上がるし、うん、ウィンウィンかなとか思ったり。それはすごいな、うん、そうなんですね。うん、そう、ベースやってくれる人いないかなとかね、ベース動画を。ああ、その試し引き、ベースを試し引きするということですか。そうですね。うん、ああ、はいはいはい。何回かやってますけど、ね、もう僕が出ないで、なんか勝手にやってくれる人いないかなとか。うん、いや、ある意味理想っすよね、リモートっていうか。そう、もう、ね、もう、勝手に動いてるみたいな。こんなん出たんだみたいな。はい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 。うん、理想ですけどね。いや、山口さん的にはその、はい、ご自分の時間は何に使ってたいんですか。やっぱギター弾いてたいんですか。なんか、うん、なんか役に立ってればいいですけどね、世の中の。ああ、そういう感じなんですね。うんうんうん、その自分の幸せ、何をもって幸せを感じるかって、うん、分かってた方が幸せになりやすいじゃないですか。はいはいはい。その幸せ何で感じるかなって考えたときに、うん、そのなんか人と関わってると幸せなんですね。うまいこと関わってるとき、よくよりよく関係性が持てているときはすごく幸せを感じやすくて、うん、例えば、まあ、まあレッスンにしても、レッスンはもう対面なんでかなりがっつりコミットできるじゃないですか、うんうん、だからそれは幸せだし、例えば、うん、何万人かの前で演奏するのも、まあ、これはこれで役立ってるけど、まあ、一人一人にとっては俺あんまり見られてないのか、アーティストばっかりみんな見るから、あんまりこれ俺必要なのかなと思う瞬間もあるんですけど、ギターソロでガンガン前出てるのに誰も見てないみたいな。そうなんですね。ありますよ、瞬間もあるけど、まあ、何万人かいるから、うん、そのちょっとの感じをこうガーッと集めたら、うん、なんかこう、まあ、対面でレッスンしてるのと同じぐらいこう人とちゃんと関われてるかなと。なんかその総数で考える感じがあって、そう考えた時に YouTube ってめちゃくちゃ効率よくて、自分のその顔も見えてて、まあその名前も見えてる、で、うん、もうレバレッジがかかって、そのね、みんなが見えてる状態で、うん、これはいいなと思ってやってるところはありますね。ああ、なるほどね。なので、まあ、YouTube、まあ、そういう意味では YouTube もそうだし、まあ、まんべんなくはやりたいんですけど、でそれぞれがこうシナジーを起こして、うん、まあ、YouTube やってるからレッスンもそういう助言ができるとか、うん、レッスンやってるから、なんだろう、自分の、技術に理解が深まって、演奏が良くなるとか、うん、まあ、そういうのがあって、で、まあ、まんべんなく、なんかそういうのが今、機能はし始めてるので、うん、まあ、それはいいなと思ってて、だからどれっていうのはなかなか選べないんですけど、まあ、うん、人の役に立ってれば、うん、別にカレー屋さんやってなんかそれがみんな美味しいっつって超人気になるんだったら、それはそれでもいいかなと思います。カレー屋さん。わかんない。飲食興味あるんですか。いや、別にないですけどね。ないですけど、もしそのか、お、山口風のカレーって超すごいねっつって、うん、世界中から人が集まるようだったらやるかもしれないですけどね。あ、まあ、可能性はゼロですけどね。うん。なるほど。だからそこでなんか、まあ、まあ、たまたまその、まあ、ギターやってるのは、そのギターが自分自身も好きだし、うん。うん。まあ、自分も喜べるし、喜びやすいし、うんうんうん、みんなも喜んでくれやすいし、っていうところで、まあ、これになってるって感じですかね。うん。うん。なるほどね。なんかまとまってないですけど。いや、まとまってますよ。なんかすごい同い年なのに偉いなと思いました。そんなことないっす。
そんなことないですね。僕全然マイペースでも 100% マイペースでやってますからね。まあでもマイペースはマイペースだと思いますけどね。そんな無理はしてないかなっていう、はい、まあでも、うん、まあ無理するときもあるか。しんどいなと思うときもありますね。だって忙しいですもんね、結構。いやそうですね、なんかこう、普段はそんなことないです。ここはサポート業とかが入ると忙しいですね、やっぱり。さっき言ってたような状況になるんで、ね、サポートもやり、YouTube もやり。こっちが、こっち休むわけにいかないから。休めないですよね、YouTube って。なんか、休んだら怖くないですか。僕も、そうですね、週2だと、まあ、なんか危機感がないですよね。やっぱ、これが週3、週4になっちゃうと、おなんか動画考えなきゃとか、アップしなきゃとか、クオリティがってなっちゃうと思うんですけど。1ヶ月動画上げないとかってどう思います？僕はやったことない。まあ、確かに怖いですよね。怖いですよね。うん。怖いんですよ。うん、それがあるから、うん、結構そういう時パンパンになりますけどね。ああ。撮りだめとかしてないですか？いや、うん。あ、撮ってあって、でも編集が、うん、っていうのは、でも撮って素材はいっぱいあるんですけど、うん、それ形にアウトできる状態になってないっていうのがあって、その編集に時間がかかるとか、うんうん、それでやっぱり困りますよね。やっぱなんか自分じゃなきゃっていう編集の動画もあるってこと？そうですね。で今はちょっとずつ任せられるように、協力してくれる人に、こう、自分のこう、なんて言うんでしょうね、その、こういうふうにやってるっていうのを、研修じゃないですけど、はい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 、こんな感じでやってくださいっていうのをお願いしてるんですよ。はいはいはい。もちろん、丸投げしてるのも今あるんですけれども、うん、なんか、割とこう、この前、さっき言ってたような、うん、雑多に撮ってる動画とか、うんね、自分のコミュニティでこう勝手に撮ったような動画って、うん、やっぱりなんかちょっと面白くするにはいろんな情報をこう入れ込まなきゃいけなかったりとか、うんうん、自分のそのなんていうか、ね、テイストを入れたりしないとなんか形にならなかったりするんで、うん、それを分かってくれる状態に今ちょっとずつしてって、うんうんうん、なんとかその、うん、自分の時間を作るように他に避ける時間、うん、にしてますけどね。なるほど、なるほど、うん。なんかサロンもやってるじゃないですか。あ、はいはいはい。あれはどういう目的って言ったらあれですけど。いや、あれも僕がやり始めたわけじゃないんで。ああ、そうなんですか。あれは、そもそも小林慎一さんって方がいて、はい、地獄のメカニカルトレーニングってやってる。はい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 、はい。で、その方がなんかやろうぜみたいな感じになって、うん、で、誘うんだったら、まあ、僕と、まあ、宮城敏郎さんって方と、うんうんうん、で、まあ、3人だったら、なんか、いい感じになりそうな気がするって言って、誘ってくれたんですね。うん、はい。で、まあ、去年の多分7月ぐらいかな、うん、やり始めて、なんともなんないんですよね。みんななんか全然宣伝もしないし、何がやりたいのかな、俺もサロンっていうのがよく分かってなくて、はいはい。なんだろうなと思いながら、もう、で、まあ、ツアーとか入ってたから、結構忙しくて、何もできなくて、これなんともなってないなと思って、で、まあ、今年入ったぐらいに、ちょっとこれなんともなってないし、でもなんとかしたら面白そうだなと思って、はいはい。で、まあ、時間が空いたタイミングで、わーって僕が宣伝したりとか、あるいは、まあ、友人のギタリストとかをちょっとこう招いたりとか、いろいろして、で、今105、うん、一般の人は150、まあ200人弱ぐらいのメンバーが今いる状態なんですけど。はいはいはい。で、まあ、ちょっとなんとか体を成してるっていう感じですね、うん、今、うん。で、まあ、その狭いコミュニティも結構、まあ、それはそれで面白いんですけども、それを、まあ、ちょっとこう、まあ、どうだろうな、これ、広がっていったらもっと、こう、いろんなことが起こるんじゃないかなと思って。うんうんうん。今でも、例えば自分のこう YouTube、出してる YouTube に対してブログを書いてくれて、で、うん、総合的になんかこう、なんかこう見てくれる人が増えたりとか、うんうんうん、シナジーが起こったりとか、なんかこう、ね、なんだろう、まあ他にもいろいろそういう、なんかこう、こまごまあるんですけれども、うん、こう化学反応みたいなのが、うんうん、それが結構大規模になってくると面白いなっていうやってる最中ですね。ああ、なるほど、なるほど。うん、
全然儲かんないと思いますよ。大変だし、うん、いや。サロンって大変ですよね。みんな言ってるんですけど。そうそう。いや、もうなんかこう、お金儲けでやるようなことじゃないですね、なんか、あれは。全然月。運営的にはまあ3人で手分けしてって感じでやってるんですか？ 3 人で、そうっすね。まあなんか3人でこう、すごい手を入れてやるっていうのも、どうなのかな、うん、もうその事情的になんかこう、サロン自体がもう、ガーって動いてくれるのが理想なんですけどね。僕らがなんかこう、講座とか、なんかこう、いろんなものをこう、投下してやっていくっていうのって、別にそれ面白いのかなって思うし、まあ、今はそのブーストするっていうか、こう、最初グッてこう、回さない、エンジンも回さなきゃいけないんで、はいはい、いろいろこう、投下はしてるんですけども。うん、まあ、そのうちこう、自分自身というか、そのサロン自身がこう、ガーって回ってくれたらなって思いながら、今やってるんですけど。うん、あ、なるほど。そうですね。月会費1500円とかなんで。でもまあそういうのをガーってこう、まあ集まる、もう大きい人数がで集まるようになったら、それでまあまたイベントとか、うんうん、何が楽しいんだろうかな。とかいろいろ考えてるんですね。それをなんかどうやって使うのかなとか、うんうん、考え、まあそれが楽しいなとか、勉強になるなっていうか、うん、今までそんなこと考えたこともなかったので、はい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 、どうやったらみんな喜ぶかなとか、うん、なんかそれ自分自身が一番勉強になってるかもしれない。ああ、なるほど、素晴らしい。うん、いやいや、うん、もう分かんないんですけど、いろいろ探りながら。へえ。なんか楽しいですね、いろいろ、うん、新しいの。じゃあ、そのなんかもういろいろ手広くやられてますけど。手広いですね、まあ、そういえばね。ね思わぬとこで。じゃあ、ここ、これ、一応僕のチャンネルで配信しようと思ってるんで、なんか告知したいことっていうと何になりますか、はい、何告知しますか？告知っすか、はい、スカイプレッスンとかもやってたりするんで、まあ、気軽に、そういうので来てくれるのは嬉しいですね。いろんな方とお会いできるのは。わかりました。YouTuber、ギター YouTuber 初ゲストだったんで。はいはい、ギター YouTuber だ。ギター YouTuber 初第1号ということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたどこかで。はい、今度なんか、はい、なんかコロナが終わった頃になんか対面で、なんかできるかなっていうね。ね。うん。に思ってます。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい、山口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。